それでは岸田首相が、自民党総裁選挙に立候補しないという意向を表明したことを受けて会見を緊急に開かせていただきます。この立候補しないという意向表明というのは国民の怒りに追い詰められた結果だというふうに思います。ご本人がですね、自民党が変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩は私が身を引ってきた。ちょっと現職の総理がこういうことをおっしゃったというのはあまり記憶には私ないんですが、まさに自らこう追い詰められた受け方であるというふうにおっしゃっていると思います。まさに国民の怒りの広がりの前に追い詰められた、立候補しない立候補自体という表明だと。総理は数々の成果を上げてきたということを今日の会見でもおっしゃっていますが、この間岸田政権にやってきたこと、岸田政権の下で問題になってきたこと、裏金問題、そして経済無策、外交不在の大軍拡、そして会見、どれもこれも最悪のものばかりだったと思います。でそれは皆自民党ぐるみでやってきたことであります。で総理は裏金問題について誰かが責任を取らなければならないというふうに今日おっしゃいましたが、自民党全体が責任を取らなければいけない問題ではないでしょうか。今日の表明でも自民党が変わることを示すんだと、自らが身を引くことが自民党が変わることを示すことになるんだとおっしゃいますけども、自民党の中での政権のたらい回しでは何も変わらないと思います。自民党政治そのものを終わらせなければいけないというふうに思います。解散総選挙で日本共産党の躍進を目指す、そして市民と野党の共闘の再構築を図る、そのために全力を挙げていきたいと思います。私からは以上です。はい、東京新聞です。はい、岸田政権2021年秋以降の岸田政権の評価についてもう少し伺いたいです。安全保障面、それから総理がライフワークで書いていている核廃絶の面、この2つの分野においてもう少し具体的に論評がありましたら。岸田政権、安倍政権が集団的自衛権行使容認の閣議決定ということで、従来の自民党の憲法解釈を180度変えた。で、岸田政権がやったことは、それを実質化する、実行することだったと思います。敵基地攻撃能力を保有するということで、軍事費、防衛省の予算が、岸田政権になってからの2年間で2兆5000億円以上増えている。8兆円に及ばんとする、これまでずっと5兆円台でやってきた防衛省の予算がね、急激に上昇した、大軍拡を進めた、これ一方で外交面ではやはりその外交不在というふうに言えるんじゃないでしょうか。中国なども含めたですね、アジアでどういう平和の環境を作っていくのかっていう外交努力はほとんど見られないというのが岸田政権だったと思います。それから広島出身の総理だということを繰り返し自らね胸を張りながら、結局最後まで核兵器禁止条約には参加をするということをしなかった。オブザーバー参加すら、拒否をする。私も長崎の式典に参加しましたけれども、広島でも長崎でも、首相挨拶で核兵器禁止条約については一言も触れないと。だから被爆者の皆さんはね、当初は広島出身の首相だということで、期待も持たれたんではないかなと思いますけど、その期待を、まさしく裏切った2年間だったんではないかなというふうに思います。はい、はい、NHK の話です、はい、このタイミングのですね、辞職となった点についてお伺いしたいんですけれども、立憲民主党泉代表も、危機になるとですね、総理総裁を変えるという、手法だと、自民党の前線の手法だというふうに見なされてますけれども、こうしたこう総裁選間近の時期にこういう決断をしたという評価というのは、いや、まさにその通りだと思うんですね。でそれは岸田さん自身がおっしゃっている、私が身を引くことが自民党が変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩だと、要するにその
まあ、自ら首をすげ替えるって、それはね、自らそういう言葉は使わないかもしれませんが、それで乗り切ろうということでしかないということを、まあ、自ら物語っているのではないかなというふうに思います。それからあの今日の会見の中で、政治家としての意地を示した上でこれから先考えた場合身を引かなければならないとおっしゃったんですね。ということは今まで引っ張ってきたのは意地なんですかと、ちょっとそれはね、国民にとってみれば自らの意地でこうやって支持率があれだけね低くなって、もういろんなことを言われながらもここまで引きずってきたのは意地なんですかと、こういう姿勢そのものがやはり国民からは大きな批判を浴びて今回の事態についに至ったということではないかなというふうに思います。どうかいかがでしょうか。はい、文化放送山本です、はい、このタイミングの表明についてどのように評価されるのか、明日は戦没者追悼式が行われます。まあ、総理が、再出馬をしたという復出が宣言をすると、まあ、いろいろなところにいろんな影響が出る可能性もあるんですが、その戦没者追悼式を前にこういう発表をされたということも合わせて、どのように、評価されるのか。まあ、そこをどう考えたのか、ちょっとそれは岸田さん自身がどう考えたのか私は分かりませんけども、まあ、要するにそういったその国民的な、まあ、今平和を祈る、まあ、月ですよね、8月というのはね。でそういう意味では非常に大事な行事もあるということはあまりこう念頭にないのではないかなと。やっぱり自らの意地、そしてその自民党をいかに延命させるか、自民党政権をいかに延命させるか、まあ、そこしか考えていらっしゃらないということなのではないかなというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、じゃあ終わります。